韓日議員連盟会長、物乞い外交ではないと激怒、自民党二階俊博と会談できず。韓国の連合ニュースによりますと、韓日議員連盟の会長が自民党の二階俊博幹事長との面会が突如中止になったと主張し、次のような発言をしたことが明らかになりました。日本から面会を推進するなら、我々は受けれるかどうかを考える。 自民党が大変な無礼を働いた。我々が小敷でもあるまいし、十分に考えを伝えた。自民党と安倍政権の本心と本音が何なのか分かった。物乞い外交をしに来たのではなく、思いを伝えるために来た。誰に会うか会わないかが重要なのではなく、我々の考えを伝えることが重要だ。 二階さんとの面会取りやめは大きな意味を持たないさらに二階さんとのですね、面会取りやめについて安倍首相が圧力をかけたと主張いたしましたそもそも産経新聞によれば二階幹事長は韓国側と会談する予定はないと報道しておりましたのでこの面会が突如中止になったという主張自体が 間違ってるんじゃないかと思われます。日本政府には、日本の国会議員の皆様には、今後も韓国政府の対応の誤りについて、しっかりと指摘を続けていただき、韓国政府に対し様々な問題について、日本側が納得できる形で対応するように、求めて、求め続けていただくよう、 お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました